吉川隆弘3月11日隊は、日本の合唱指揮者。神奈川県横浜市に生まれる。幼少より、オペラ、合唱に親しみ、7歳より合唱をはじめ、ビクター少年合唱隊に所属。11歳の時には、東京室内歌劇場、ジャンカルロメノッティ作曲、台本、アマールと夜の訪問者のアマール役として出演。神奈川県立多摩高等学校卒業。 1995年慶応義塾、大学理工学部卒業。1997年度大学大学院、理工学研究科修了。大学在籍中より、畑中良介の下で研鑽を積み、慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団、同 OB 合唱団等を指揮し、公表を得る。2003年まで松下電気産業株式会社に勤務した後、 指揮者として活動を始める。第53回東西4大学合唱演奏会にて、慶応ワグネルを指揮。2008年には、慶応義塾創立150年記念、ワグネルソサイエティ特別演奏会、マーラー公共局第2番復活で合唱指揮を務める。2011年にも、慶応義塾、ワグネルソサイエティ創立110周年演奏会。 マーラー公共局第2番復活で合唱式を担当し、指揮者、飯森大二郎から賛辞を送られる。他にも、同オビ合唱団、藤沢男性合唱団、パイオニア合唱団、伊藤中小児コーラス部、混成合唱団水曜会、女性合唱団湘南の風、ニューヨーク男性合唱団、平塚第9の集いにおける合唱指導等、多くの団体で指揮。 指導を行っている。発声の基本を軸に豊かなハーモニーを目指したその指導法は各団体から大いに支持されている。指揮法を北村京一に指示。藤沢男性が師匠団には1999年から参加、畑中良介より発声指導や音楽作りを一任され、2020年現在常任指揮者を務める。藤沢市では モーツァルトイヤー特別公演、魔キをはじめ、オペラ柄コンサート、日本の歌100年の旅、2008年には、レハール、メリーウィドウ、湘南大トワイライトコンサート2009、2010年には、マスカーニ、カバレリアルスティカーナレオンカバルロ、同化時、藤沢オペラコンクール記念演奏会の合唱式、等を務めるなど、活動の幅を広げている。2008年に、中国で、 2011年10月にタイでの演奏会を開催するなど活発な活動を行っている。伊藤中小寺コーラス部では2009年5月に常任指揮者に就任。2009年は講師特定非営利活動法人オペラ、イロドリベルディ、オテッドにおいて合唱式を担当。混声合唱団水曜会では2012年9月より式を開始。 2013年7月より常任指揮者に就任。2018年には湘南白百合学園中学、高等学校の合唱コンクールの審査員に招かれる。ありがとうございます。